できない。はい、ということで今回はですね、クリエイターサポートしてくれているフレンドたちに来ていただきました。今回の企画はですね、なんとちょっと動画意識してください、動画意識してください、動画意識してください、動かないでください、ダンスしないでください、次から呼びません絶対に。チートを使ってこの15人やっつけられるのかなというふうに、カーテンがちょっとね、ここまで来てないということで、よし、ちょっとチート初めて使うわ、ちょっとチート初めて使うから、どこにあんだろう、チート、あれ、ね、チートどこにあんのこれ、チートがどこにあるんだよ、ちょっとぐだってるな。下っとるぞ、チートがないぞ、上上にあんの、おいお前なんで持ってんだよ、なんでチートになってんのこいつ、企画分かってねえよお前パンコ野郎、あ、これあわ透明人間になった、すげえ、なにこれなんだこれ、おい、だからお前らチート使ってどうすんだよ、スタート、透明チートだ、おーらおらおら、誰の後ろからやってんの、気づいた、気づいは良くないな、今嫌がらせ声で通報しとこ、今の下打ちは良くない、それでは私がチートになりました、よいスタート、いけーみんなやっちまえやばい、寄られてる、やばいぞやめろって、そんな顔、うわあちょっと、だ下打ちはよくないだろうお前ら、なんでもこれ結構厳しいな、あといつも透明チートがいるんだよな外に、あ、ダメージ増加もあるの、これで最強だな、よーし、今回は透明と攻撃力めちゃくちゃ上がりました僕、うわやば、これ一発えぐ、これえぐいぞお前ら、これ結構やばい、これ君たちに勝てるかな楽だなこれ、ダイリーアイガー、うわっちょっとお前らよくないそれオッケーオッケーオーケー、うおこれはやばい、これちょっと君たち勝てないんじゃないこれオッケー、もう一回やろさあ今回はさっきのね、透明チートと攻撃増加のチートを使ってこの15人をぶっ潰していきたいと思います、よーいアクション、おやめて、よしよし、うわおいおいおいおおしおし、これはやっぱあれだから、じゃあみんなで体力チートと透明チート使っていこうよ、でみんな敵、痛い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 
オッケー、なんかお、慣れたな。よっしゃ、次行こう。透明や、次は透明チートの行列並んでます。私、透明さん抜かさないでください。私並んでました、ここ。あなたちょっと後ろに行って、セバスチャンまだできてない、まだできてない。透明できてないぞ、できてないぞ。ほら、ここ結構何回かやってればできますよあ、しゃがんでじっとしとくらしいっすよ。終了しますちょっと多いみたいだね。よし、ってことで皆さん準備はいいですか透明攻撃チートタイマン企画大会、レディーゴー。ほら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 、こうか、どこどこ、うわー、誰匿名モードの方がいいんだな。お前らそんなチート使って真面目にやってんの、うわお前真面目すぎるな。お前らもういい、知らない。俺はもう、もうチートを使おうがないでしょうが、もう関係ない。どけ、おうわかんないんだよな、このルールが。気持ちが悪い。本当に、何それ、終わり。ということでね、検証結果、チートを使ったら勝てないでした。まだね、こういう面白い企画あったらですね、どんどんやっていきたいので、皆さんよろしくお願いいたします。はい。